自家製ブリ照りですね。ブリの照り焼きと、これね、豆腐、卵、豆腐にキムチと、これマグロ山かけさんね、マグロ山かけと、ちょっとお刺身の残りと、これほうれん草の5枚ですね。はい、いただきます。それでこれね、キンキンに冷えてるところで、これ、よいしょ、もうビンゴといただきたいと思います。ビンゴといきますね。乾杯です。はい、乾杯。ああ、もう冷凍庫にぶち込んどいたんですよ、これ。キンキンに冷えてたね。 うーん。ああ、まさにこれ、チンカチンカのルービーですね。ああ、実に面白いって感じね。実に美味しいって感じ。美味しい。もう参りましたね。参りました。まず、いただきます。いただきます。これからいくかな。ごまやちゃんから。ついに青森でも出ましたね。ついに青森でもちょっと出ちゃいましたよ。やばいっすね。参りましたね、もう。勘弁してくれよって感じ。出ちゃったよー。出ちゃったよ。美味しいけどさ、みたいな。ビールのコロナはめちゃくちゃ美味しいんですけどね。エキストラっつってこれ。すごいですね。メキシコのお酒ですね、これ。メキシコ。麦芽、ホップ、コーン、なんとか。アスコルビン酸。なんか変なの入ってますけど。ああ、美味しい。マグロ山かけちゃんもね、ちょっと、醤油ぶっかけて、ちょっといただきます。よいしょ。長芋がちょっとね、家にあったんで。あ、美味しそう。とろっとろ。いいね。いただきます。マグロ山かけ。久しぶりに食べた。おいしい。おいしい。マジでやばいっすよね。で、私ね、マスクを手作りしようと思って、生地屋今日行ってきたんですよ。布とか売ってる生地屋さんに、ダブルガーゼっていうやつですか、マスクに使われるないですかって聞いたら、もうガーゼ自体もその品切れ中ですって言ってましたね。いつ入ってくるか分かんないんですかって言ったらね、分かんないって言ってた。やばいよね。あと、ここにかかるさ、ゴム、マスクのゴムもなんか売り切れてて、それはなんか3日後ぐらいに入ってくるって言ってたじゃん。ここの部品つがの耳に引っ掛ける、あ、これね、キムチ豆腐。いただきます。3日後に大量に入ってくるって言ってた。やばいっすね。だからね、手作りしようと思ったんだけどさ、ちょっと生地もないっていうね。やばい、もううがい、手洗い、アルコール消毒しかないっすね、これ。やばいよね、マジ。薬がないっていうのも厄介ですもんね。風邪薬とかのインフルみたいに。薬がないっていうのもまた厄介ですよね。ちょっとだから免疫力はちょっと上げようと思って、これ、でもたまたままだ家にあったんですけど、たまたまつが。免疫力上げなと思ってね。すごいですよ、これ。にんにく、たまり漬け、
うん、こんな感じで。ごとニンニク入ってるんですけどね。全然、全然あの、ニンニク臭くないねって言って。すごいですね。あの、刺激臭がないです、これ。これ、激安の電動ドンキホーテさんで買ってきましたね、これ。醤油でじっくりと漬け込みましたって感じですね。やばかった。唯一そのね、生地屋さんで言ってたのが、あの、ここにある針金みたいな。このマスクをさ、自分の鼻の形にフィットさせるためにこう入れるじゃないですか、ここに。針金みたいなやつ。なんかそれの部品だけ売ってましたね。みたいな。これ何ですかとかって聞いたら。ここに入れるやつやし、みたいな。いやー、みたいな。それだけあってもな、みたいな。針が熱があれだけあってもあれですよね。すごいよね。猛威を振るってますね。猛威を。あー、ちょっとプリテリね。これ自家製の。これも生姜ね。まだあの生姜ちょっと余ってたんで、生姜すりおろしたのさ、上にかけたんですけど、これブリの照り焼きさん、これもね、いただきます。今日ブリ安かったからね、ちょっと買ってきたんですよ、ブリで。家でちょっと自家製ですね、味付けをちょっと自分でやってみましたね。ブリ照り、ブリの照り焼きさん、ちょっと生姜オンザしていただきましたね。最近このね、生姜おろしにハマってるんですよね。生姜おろし自家製ブリテリー、へえ、いただきよっす。結構厚みがすごいね、これ。いい感じの厚み。おいしい。あの、醤油、みりん、酒だけですね。こっちの方に砂糖入れたんでね、あのごまの方にちょっと砂糖入れたんで、こっちには砂糖入れなかったですね。酒と醤油とみりんですね、これ。うまーい。中まで冷えたってでよかった。でもその生地屋に来てた人もさ、なんか手作りマスクつけてた人いましたね。スーパーとかでも結構あの、みんな結構マスク作ってる人多いですね。てか、マスクつけてる人も多いけど、なんかこう柄入ってたり、なんか自家製マスクの人が結構ちらほら見受けられましたね。昨日、いや、そのガーゼがね、昨日、今日、昨日、売り切れだって言ってたの。一昨日と昨日で売り切れましたとかって言ってましたね。青森でね、ついに出ちゃいましたもんね、これ。もうニュースもさ、もうあれもなんかコロナの話題で持ちきりですよね。やばくなくなくね、みたいな。ちなみにこれ、長崎県産のブリです。おいしい。長崎県産のブリです。ちょっとまだね、これちょっとだけ残ってたんですよ。日本酒もちょっと浴びますね、これ。アルコール消毒ということで。じゃあ、キティちゃんでも見て癒されましょう。へぇ、ジャパン、ジャパン、ちょっと乾杯。うまっ。しかもあの、ニュースで見たんですけど、十和田の春祭りも中止になったみたいですね。私大好きで、なんだっけ、あそこの通りがあるんですよ。十和田市の市役所の近くかな。なんかわかんないですけど、こう、桜街道みたいな、バーって長い、桜並木がすんごい綺麗な場所があるんですけど、なんかね、それで、ちっちゃいさ、馬、ポニーとかもいたりしてさ、毎年は行けないけど、結構ね、私大好きなんですよ、あそこの花見スポット。
それもさ、春祭りもなんか今日ニュースでさ、中止になったとか言って、ええー、みたいな。ワンちゃん行きたかったんですけどね。時間があれば行きたかったのに。ショックやめ。だからそういう花見のさ、イベントとかもさ、花見だけに限らずイベントもことごとくキャンセル度が延期ですもんね。やばいっすよね。八戸かな、八戸かどっかに来るあのアイスショーの羽生結弦さんが来るみたいなあのイベントもキャンセルだか延期になりましたもんね。とりあえず中止みたいな。やばいですよね。いやちょっとこれマグロの山かけで余ったさ、これマグロをさ、ちょっとわさびでね、あし、だからこうニンニクとかさ、こう生姜とかわさびとかなんかすごい好きなのこの辺。ちょっとこれあのお刺身ちゃん食べますね。これちょっと余ってたの、ちょっと刺身でもいただきたいなと思って、こうわさびダックでいただきます。おいしい。これちなみに台湾産って書いてましたね。あの原産国名があの原産地って言うんですか、なんて言うんですか、そのあれ喋る意味がようわからんですけど、一応これ台湾産って書いてましたね。大丈夫かな、台湾産の、まあ、あのマグロって書いてましたね。何をするにもなんか怯えて生活しなきゃなんなくなってきましたねこれね。ヒヤヒヤだぜ。これおろしたの、これトイストーリーのやつに入れてんだけど、これ生姜ちゃん、生姜ちゃんでもちょっとマグロ食べてみようかな、温生姜して。あらいいね、温生姜大葉でいくかこれ。赤青青赤青黄色っつってね。いいね、赤青黄色いただきます。ググ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 グ、生姜マグロも合うね。おいしい。うまっ。あー生き返る。本当に一つ言えるのはもう皆さん死なないように頑張りましょうっていうことだけですね。いや友達、で、あのみんなで気をつけていかないとならないねって喋ってましたね。ほんまにその通りですよね。一人一人がのもうあれですよね、一人一人が、大事。おいしい。積極的にニンニクね、これ積極的にニンニク、うまっ。あ、でも明日仕事だからちょっと、結構これ休みの前の日とかだとさ、もうガブ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 食べてるんですけどね、明日仕事なんでちょっとこの辺にしときますわ。これ自分では気づかないですもんね、ニンニク汁。スメハラにならないように。この間なんかワイドナショーで、あの車をすごい、あのわざわざスペース空いてるのにわざと隣に止める人のことをトナラーっていうらしいですね今。マジっけると思って、あるあるって思って思いながら見てたんですけどね。ね、めっちゃさ、いやこの間もあったんですよ、それさ、一日買い物行ってね。で、あのね、たまたまの場合もあるし、あの他がガラ空きなのにわざわざうちらの
そこに、隣に止めてたんですよ、その車が。なんでこんな空いてんのにここやねみたいな話をして、してたその次の日だが、次の日にそれ、トナラとかっていうのやってて、え、まさにこれじゃんみたいな。わざわざ、隣に止めてくる車を。トナラっていうらしいですよ、今。すごいですよね。もう、アムラから始まり、シノラの、トナラの、モラハラ、スメハラ。なんか、造語じゃないですけどさ、そういう言葉がいっぱい出てきますね。次々に出てくるよね。ウケる。そしてなんか面白いよね。で、コロナとかもさ、なんかうちコロナってるって結構使ってたんですけど、なんだかコロってるだかなんだかって喋りました。コロってるだっけ、なんだっけ、コロルだっけかな。コロルだが、なんかコロってるだかなんだかって喋るんですよね。あー、やべえ。とりあえず皆さん気をつけてね。予防つがあれしましょう。死なないように皆さん。私もそうですけど。頑張りましょう。ではまたー。